昭和 MC バトル1回戦 A ブロック第1試合、初代林田三平 VS 昭和天皇、レディーファイト。私の名前は林家三平、見ての通り、話しかなんです。言われたとこが産んだ飛びだが、三遊亭金馬の言った通りだった。大スター寄せのカリスマ、香山雄三のようなナイスガイ。あんたのシンボルマーク若竹、なんか縁起悪そうな飾りだね。縁起悪そうとか言われたけれども、若竹はむしろ縁起物だよ。おめでたい象徴の松竹梅、あなたの正気すらも遠い昔だな。まあカリスマあるのは知ってるけど、昭和のエンペラーに勝てるかって話。名乗り遅れた自分道のみや、このカード余裕大吉と見た。若竹の何が縁起悪いって言いますと、円楽さんの若竹って要素が潰れちゃってんですよ。昭和のエンペラー、俺も全然ない、もはやただの象徴、お前とか言ってない。戦争始まり気が動転、諦めた石の上落語にと挑戦、最初ミスってみらぼうぜ、ゆえりびが言いたい表現、テレビで花開いた昭和の爆笑を帰ってこげで感想しない王者の活動を。いや、落語界の都合を押し付けてくんなよ。それは円楽の経営に問題があるだろう。見落とされた癌で終わる人生設計、神からの形を変えた人間世間。ひょー、座布団に座りながら得てた追加点、それも分取って仕留めていく、これは釣りじゃね。こんなやつが勝ち進むのほんと無理じゃね。結果は出し勝って逆に言うよ、どうもちまちん。